はい、第二中条さん、昭和東西です。サイズの方は37センチ、あやごいビッグスターです。お願いします。はい、あやごいビッグスターです。この声は今、肩に重ね積みで、衣っぽく見えてしまうところがあって、ちょっと、汚らしく見えるかもしれませんが、その肩のところのこの影積みが、衣みたいな積みが、しっかり決まってくると、しっかりインパクトのある、積みになってきます。そして、この背びれにも縦積みが入り、積みも、はい、こう巻いてくるような感じも見てられます。はい、はい、こちらは特に墨を持ってます。はい、肩の重ね積みのところはどういった傾向にあるんですかね、このビッグスターは。重ね積みのところがこう2歳3歳ってなってくると、まあビッグスターに限る、まあビッグスターに限るわけでもないんですけど、自分もやっぱり重ね積みって、まあ、昭和でも重ねてない方が好きなんですが、まあ、肩のところはね、結構この積みが決まってくると、やっぱり三家でも肩積みとかやっぱり大事にするのと一緒で、昭和でもこの重ね積みでも肩に積みをこう持った時にやっぱりどうしてもそのインパクトがよく出てきます。そこがこう墨ができていって大きな墨がつくといいですね。そこにそうですね、まあ飼育しながらずっと待ってれば出てくると思いますそれが来年なのか再来年なのか分からないですけどね。はい、はい、でもまあね、ずっと待つというのは、まあ、結局この声見ても体型が非常にいいです。そしてベニの方も、はい、際が、はい、非常によく、大きくなってもベニがついてくるベニだと思います。ということでベニも体型も、何でも勝ってもこれはずっといくと思うので、炭が出てくるのを待てるっていう意味も一応含めて説明しました。はい、はい、あ、今のまとめの説明ですか。はい、はい、炭が出てきたことを想像して飼育していただきたいですね。はい、はい、よろしいですか。はい、はい、いかがでしょうか。大日曜以上さんの昭和東西メスサイズの方が37センチ、親子がこちらビッグスターですね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。